レイモンド・マーク・シールイジは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ナッソー軍、フリーポート出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。1976年の MLB ドラフト22巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。現役時代は、左のリリーフ投手として4球団でプレーし、実動7年で254試合に登板して11勝13敗11、セーブ。 防御率3.50の成績を残している。1992年に引退を表明した。引退後は1994年により、カージナルス参加や、タンパベイデビルレーズ参加など、マイナー各球団で、投手コーチを務めた。2010年8月8日から、ピッツバーグパイレーツで、投手コーチに就任し、二千十九年まで務めた。投手の個性を尊重し、 シンプルに考え、いつも明るくという哲学を持って、コミュニケーションをとって、キャリアを好転させるなど、投資コーチとしての手腕は、球界内でも評価が高い。個性を尊重するきっかけになったのは、現役晩年の1991年に、クリーブランド・インディアンスのスプリングトレーニングに参加していた時の出来事であり、この時コーチから、レンバーカーのように足を高く上げるフォームで投げるように、 求められた。シールイジは、その指示に従ったが、ストライクがまともに投げられなくなった。翌1992年に引退を決めた時、もし自分がコーチになることがあったら、同じようなことはしない。自分と同じような目に合わせたくない。と考えた。パイレーツの投手コーチに就任後は、ツーシームを投げるのを禁じられていたチャーリー・モートン、空振りを取るのに躍起になっていた。 A.J. バーネット、トミー・ジョン手術以降は、不審が続いていたフランシスコ・リリアーノなど様々なタイプの投手の開花、再生に尽力している。ありがとうございます。